そういよー、ということで。いや、今回はですね、こちらの2024年、上半期のですね、皆様のお悩み企画として今回また動画撮ってるんですけれども、今回は後編でございます。前半の企画でお答えできなかった質問の残りをですね、お答えしていきたいと思います。暑さ？いつも使っているクルドのエクラのクッションファンデがヨレヨレで使えませんということですけれども、クルドのエクラのクッションファンデーションはですね、ツヤタイプになりますので、基本的に夏の季節は崩れやすいです。なので、崩さない方法としては、ベースにですね、マットタイプの下地をお使いいただくといいと思います。マットタイプの下地をお使いいただいた上で、クルドのね、ツヤタイプのクッションファンデーションを乗せた上に、上からパウダーをね、セッティングしていただくといいかなと思います。夏はですね、やっぱり皮脂を吸着するパウダー、それを必ず、ベースにセッティングしていただくっていうのが、とても大切になりますので、汗を出さない方法、皮脂をコントロールする方法っていうのももちろんスキンケアの時点からあるんですけれども、メイクアップの観点から言えばですね、やはり皮脂吸着パウダー、これをですね、しっかりセッティングしていただくっていうのがとっても重要になります。脈なしっぽい好きな人をどうにか諦めて次の恋をするか悩んでいますということですけれども、ね、次に行こうかどうしようか悩んでるけど脈なしの彼のことを思い続けてる自分好きみたいなね、それ楽しんでるんだったらもうちょっと楽しんでもいいかもしれないけれどもね、それがですね何年となりますとですね、次に行った方がいいかなと思います。そう、このね、脈なしのね、好きな人をどれだけ今好きでいるかの期間、ちょっと教えていただきたいと思うんですけれども、それによってちょっとお答えが変わってきます。ねえ、これいいと思いますよ。この質問というのはですね、次の恋をするか悩んでいます。涙マークってありますけれどもね。これは、やっぱり答えはですね、自分で出すべきだと思うんですけれども、次の恋に行くか悩んでるっていうことは、おそらく今好きっていう気持ち楽しんでるんじゃないでしょうか。羨までござりまする。今ね、40代になって親との距離感が分かりませんということですけれども。まあ距離感っていうのはですね、おのおのでっていうことでね、皆さんも全然その家族との距離感、親との距離感は全く違うと思いますよ。べったりという方もいらっしゃれば、もうね、縁を切ってるって方もいらっしゃったりとか、もうなんとなく1年に1回ぐらいしか会わない、年に2回しか会わないとかね、そういったパターンいろいろあると思いますけれども。自分が、まあ、その親とのね、心地いい距離感を取っていただくっていうのがいいと思いますよ。なぜならば、まず親は他人ですので。そう。親って他人なんですよ、もう。私はですね、そういう概念なので、親だからこうしなきゃいけないとかないと思います。もう40代って立派な大人ですので、そこら辺の距離感はちゃんと自分でね、心地よさだったりとか、そういった部分で線引きしていただくっていうのがいいかと思いますよ。まあ、介護の問題だったりとか、まあ、お互いにね、親とシェアしてる何かがあるんであれば、ちょっと関係性はね、変わってくるかもしれませんけれども、このね、シンプルな書き方で距離感がわかりませんだけで、ちょっとお答えしますと、距離感は心地いい距離感でお付き合いいただくっていうのが一番ベストかなと思います。より多く幸せを感じれるようになるにはどうすればいいでしょうかということですけれども、まあ、貪欲な方、ね。ちょっと求めすぎてるかもしれませんよ。そう。幸せは少量でいいんですよ。一つまみでよろしい。そう。そんなより多くの幸せを感じていたい？ね、感じるようにすればどうすればいいですかってね。まずですね、幸せというのはですね、もちろん自分自身に降りかかる幸福に幸せをね、感じることもあると思いますけれども、与えることでの幸せっていうのが一番より多く幸せを感じるんじゃないでしょうか。俗に言うね、感謝を申し上げるなんていうのもありますけれども、正直そんな感謝を申し上げるだけではですね、なかなか幸せはね、ぐっと噛み締められませんよ。幸せより多く感じたいんだったら、幸せを振りまくようなね、行いをなさるといいと思いますよ。でも、より多く幸せを感じるように、なんていうふうに思ってるうちは、おそらくですね、満たされないと思いますね。そうよ。なので、幸せを与える立場、そういう形の概念になってくると、おそらくその幸せの感じ方が変わってくると思いますので、今のこの方のね、普段の生活の中にもっと幸せ見つけられると思いますよ。幸せなんて感じ方ですので、普段の日常生活にもいっぱい幸せ落ちてるんですよ。それを感じるか感じないかの差になりますので、より多く幸せを感じられるように、なんていうね、ちょっとね、強欲な感じってちょっと捉えてしまうんですけれども。なので、与える立場になってみるとよろしいんじゃないでしょうか。流行ってないけど、ベージュリップを今っぽく使いたいです。何かアドバイスが欲しいです。ということですけれども。
そう、ベージュリップっていうのはやっぱりヌーディー系のリップって言いますよね。ヌーディー系のリップって言いますっていうか、ヌーディー系のリップと申します。ね、ヌーディーリップというのはですね、やっぱり血色がなくなりますのでね、やっぱりどっかメイクアップにポイントを持ってくるといいと思いますよ。まあ基本はね、まあアイメイクを強くすることで、まあリップの色味をヌーディーにしてもバランスは取れますけれども、ちょっと古い印象になりますよね、そうすると。なので、ヌーディーリップをする際にはですね、近年ではやっぱりリップライナーがトレンドになっておりますので、ヌーディーリップのベージュリップのね、周りのね、縁取り、ブラウンリップライナーとかね、そういったベージュ系のね、リップライナーで、縁取っていただいてベージュリップをしていただきますと、ヌーディーなんだけど立体感、私今やってるんですよ。フレーム今、ちょっとブラウンなのわかります？薄くコントアリップしてるんですよ。今日私唇がポンって浮いてるのわかる？ブラウンでクッキーってしたら不自然に見えてしまいますので、ブラウンをぼかすんですよ。バーっと、こうやって。薄くね、肌に溶け込ませていくんですけれども、これをやっていただくと、中はね、私はヌーディー系の今日ピンクをつけてるんですけれども、これをベージュにしていただいたら肌色にしちゃってもね、浮かないです。縁取りがありますので。こういう感じにしていただくと、逆に今っぽい感じになるかなと思います。ヒロさんは占いしてもらったりとか、スピリチュアル的なことにご興味ありますか？ということですけれども、基本的に私は占いはしてもらえません。私の周りには占い好きばっかりなんですけれども、私逆に占ってもらうんですよ。人にね、近隣のね、近くにいる方が、私のことを占ってくれるんで、占いに行ってくれるんですよ。こういう人がいるっていうので。で、その答えをいつも聞いております。でも、全員一緒。答え一緒なんですよ。だから、占いって合ってるのかもなと思って。そして、このスピリチュアル的なことに興味があるというのはですね、スピリチュアル的なことには、興味があるというのは、そういうのはあると思いますよ、もちろん。目に見えないものだったりとかね、感じ取れるものだったりとか、そういったものはですね、必ずやっぱり波動だったりとか、そういったものはありますので、もちろんね、わかるんですけれども、基本的に私は目に見えるものしか信じないですので、もちろんそういったものはあると思うんですけれども、信じるか信じないかは、基本的には目に見えるものから優先的に信じていくので、スピリチュアル優先では生きていないですね。目に見えるものから信じてって、徐々に目に見えないものまでの視野を広げてね、いろいろこう捉えたりとかしますよ。結構ね、これ昔からなんですよね。興味はあるんですよ。スピリチュアル的な、この目に見えない時空だったりとか、目に見えないそのもの、なんか波動とかね、感じはするのでね。ちょっとその時間私にはまだないんですよ。人生はですね、もうちょっと私、目に見えるものに対して行っていきたいですので。まあ70超えてぐらいからかな、目に見えない波動なり空気なりね、オーラなり、そういったものと付き合っていくのはね、70超えてからでしょうか。またこの質問あるよ。結構あるんだよ。不倫は恋を遠ざけるものでしょうか。この香ばしい質問、もう毎度大量にやってまいりますので、まあ世の中はまあ不倫だらけということでね、わかりますよ、この質問から。私自身のこのインスタの募集だけで、こんだけ不倫関係のね、お悩みが来るということはですね、世の中どうになっちまってるんだいって話になってますけれども、まあ、恋を遠ざけるというのもですね、恋だけではなく、幸福すらも、遠ざけるということです。不倫イコール不幸でございますので、これはね、覚えておいていただきたいと思いますよ。でも不倫をしてはいけないとは言ってません。そして不幸になりたいというんだってば、不倫なさったらよろしい。それだけですよ。私も肯定も否定もしませんので、不倫がいけないことだとも思ってもないし、いいことだとも思ってません。だからそれはもう皆様のね、この不倫をしたい方たちはもうご自身のね、勝手で、行っていただくといいんじゃないでしょうか。おやおや。念願の彼氏ができましたが、それまでに体の関係があった彼との方がドキドキしますということですけれども、またこれ香ばしい質問でございますけれども。念願ということは、彼氏にしたかった方、彼氏になってほしかった人と恋人関係になれたということよね。だけれども、それまでに体の関係があった、友達以上彼氏未満よね、の方の方がドキドキするということで。まあ、どういった意味でドキドキするかというのはですね、ちょっとここに書いてないんでわからないんですけれども、一緒にいてドキドキなのかですね、何かをちょめちょめしてる時にドキドキなのか。まあ、これまた答えが変わってくるんですよ。ねえ、これはですね、それまでに体の関係があった彼との方がドキドキするか。でもさ、これね、
彼氏に求めるものと彼氏未満の方に求めるものって違うと思うんですよ。なのでこれは正直な気持ちでね、念願の彼氏ができて、もしかしたら安心感とかときめきとか、なんかこう穏やかさだったりとか、そういったものは満たされたけれども、体だけの関係の人の方がドキドキするっていうね。まあそれはですね、まあ火遊びがちょっと好きなのかしらね。そのドキドキを求めてしまう自分がいるんであれば、そういう体質、性質ということでございますので、だからね、これはまあどういうことなのかというとですね、その念願の彼氏ができた方とね、大切に育んで愛をね、育てていきたいのか、もしくはそこをおざなりにしてドキドキの火遊びをしたいのかとか、ここの狭間ですよね。この念願の彼氏を優先にした方がいいと思いますよ。せっかく彼氏ができてね、この彼氏ができて嬉しい気持ちがあるわけじゃない。なのでその彼氏ともしかしたら行く末は結婚になるかもしれませんしね、いい良好関係があるかもしれません。でね、体の関係があった彼との方がドキドキということは、体だけの関係というのはいつか切れますので、基本的にそのドキドキの方の火遊びに行ってしまうと、人を傷つけるっていうことは覚えておいていただきたいと思います。人を傷つけてまで自分のね、そのね、本能に従うかどうか、これをちゃんと一回で考えていただくといいと思いますよ。そして人を傷つけたらですね、自分も傷つけられますので、これはやったことは返ってくるんですよ。ブーメランでございますので、これを覚えておいてください。自分にその火遊びのね、火種がね、返ってくることを覚悟で遊ぶんだったらいいんですけれども、幸せになりたいか幸せになりたくないか、あそこを基準にね、考えていただくとよろしい。そうよ、最近よろしいっていうのがですね、なんかこう言い切りでね、好きなんですよ。よく口周りが乾燥して化粧が崩れます。何かいい方法ありますか？ということですけれども、口周りが乾燥するって、ね、結構ね、ホルモンバランスの乱れっていう風に言われております。この部分ではもちろん保湿、乾燥保湿なんですけれども、おそらくですね、保湿だけでもやっぱりすぐ乾いてしまう可能性がありますので、口の部分はホルモン調整が必要になりますから、やっぱりリラックス、自律神経のバランス整えたりだったりとか、もしくはですね、ちょっとホルモンバランスが崩れるサインになりますので、ホルモン調整していただくっていうのが一番いいかなと思います。あとは最近はね、私もやっぱたまに口周り乾燥するんですけれども、リップクリームをもうそのままオーバーでつけちゃいます。パーッと。まず基本的に唇にパーッとつけて、指に余ったもの。これをもう外側にパン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 っていう感じで。ファンデーション塗ってたとしても、上からポンポン、トン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 ってやっちゃいますよ。私は基本的に冬場だけ乾燥するんですけれども、冬場なんかよくリップクリームをトントントンってやっちゃいますね。運動嫌いで食欲旺盛すぎて、健康的な生活を目指すと我慢ばかり。どうやって慣れたら良いのかということですけれども、なんで我慢するんですか？そう。運動嫌いっていうことをネガティブに捉えているっていう時点でまだ間違っている。運動することが全てポジティブではないですので、そこも一回ちょっと運動のことに関して、体のことに関して自分に対して向き合ってみるといいと思います。で、食欲旺盛すぎてっていうことですけれども、まあ、食べる時間だったりとかね、もちろんね、腹というのはですね、満腹にしてしまうとあまりよろしくないですよね。内臓疲労起きてしまいますので。なので基本的にはちょっとずつ減らしたりとか、食べる時間を調整するだったりとか、食べる回数を変えていただくとか、そういう感じで調整、それもですね、人がいいって言っているものも自分にいいか分かりませんので、自分の中でいろいろ試していくっていうことがとっても重要ですよ。生活、そういう生活を目指すと我慢ばかり点々点って言ってますけれども、我慢をネガティブと捉えている、これもまた間違い。我慢することを楽しんでみたら、思考の転換なんですよ。考え方で全部変わるということ。なので我慢してる自分を演じてみたりとか、楽しんでみたりとかね、逆にもうその我慢してる自分をですね、ちょっとなんかこう日記でも書いてみて、私今頑張ってるみたいな感じで日記帳書いてさ、後から頑張んなくなった時に、ああ私頑張ってるじゃんってさ、逆にこう俯瞰でね、見ることができて楽しめますよ。楽しみは自分で見つけてくんですよ、人生というのは。睡眠の質を上げるために何かなさっていることはありますか？いろいろあります。いろいろある中で一番効果的面なのはですね、湯船にしっかり浸かること。私はですね、高温のね、お湯、今47度です。47度のお湯に約最低でも10分間入るようにしてます。10分連続に入れなかったら、まあ5分ぐらい使って、その後ちょっと出て、で1分休んでまた入ってみたいな感じを繰り返して、でそれをまあできる時には20分ぐらいやるんですけれども、代謝促すっていうことが睡眠の質を上げる方法として一番長く続く方法とベーシックなんじゃないかなと思います。あとはまあ中に私はクエン酸とね、重曹を入れるんですけれども、炭酸泉にして体のね循環巡りを良くしてデトックスするようにして睡眠の質を上げております。
41歳です。ちりめんじわに悩んでいます。お手頃価格の保湿クリームを教えてくださいということですけれども、41歳ちりめんじわ、もうね、わかります。私もですね、ちょっと保湿を怠るだけでですね、シャ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 ーってシワが出るようになっちゃったんですね。お手頃価格の保湿クリームということですけれども、いっぱいあるんですよ、今。お手頃価格のね、保湿クリームいっぱいあるんですけれども、私はやっぱりこう、ちょっと敏感な時だったりとかね、安心して使えるお化粧品として信頼しているのは、薬局でも買えるようなね、あの製品で、ラロッシュポセ、そしてキュレルというブランド、この2ブランドはですね、私、もう薬局ではもう必ずチェックするということと、まあ、SOS コスメ、そして私も敏感になる時がありますので、そういった時にはそのね、2つのブランドを選ぶことが多いです。で、価格帯も結構お手頃ですので、お財布にも優しいということと、使い続けてもすごくね、あの、お肌に負担がないというところで、あのお気に入りです。美顔器は使ってますかということですけれども、パナソニックを使っております。ほうれい線なくしてということですけれども、あたいも自分はクエスチョニングです。恋愛はしてみたいけれど男女の区別がはっきりしそうで怖いですということで、あ、なるほどね。あのクエスチョニングの方はですね、基本的に男女として人を捉えない方がいいと思いますよ。おそらく捉えられないことであの、クエスチョニングだと思うんですけれども、まあ、男女の区別がはっきりしそうで怖いという、まあ、恐怖心もわかります。けれども、そこをですね、やっぱり恐れているとですね、恋愛はできません。なので、恋愛をしたいという気持ちがあるということはですね、トライをしてみた方がいいと思います。トライをするそのお相手ですよね。そのパートナーという方はですね、やはりですね、人として見ていただくといいと思います。まあ、生きてますとね、なんとなくやっぱり男なのか女なのかっていうところで、やっぱりこう、区別されてしまうシーンってあるんですよ、生きてるとね。IT あるんですよっていうか、基本そうじゃないですか。なんですけれども、もうヒューマンラブということで、あの、愛していただく感覚を常に持っていただくと、クエスチョニングの方でも、男女っていう感じの区別でね、恐れることないんじゃないかなと思います。トライし続けるっていうことよ。で、傷ついてもいいんですよ。傷ついたらそれを糧にね、逆に強さにして次にトライしていく。でもそれがないと、全然経験もね、積めないですし、自分自身も強くなっていかないし、学べないですので。あらららら。今年もまだ去年と同じ感じで6月を迎えてしまいました。やるべきやりたいことに着手できませんということですけれども。ねえ、おそらく来年も同じことを言ってるかもしれませんので、お尻ペンペーンしてくれる方がですね、近くにいるといいかなと思いますよ。ご家族でもよろしい、友達でもよろしい、恋人でもよろしい。やっぱり尻叩いてくれる相手、あの、後押しね、背中を押してくれる相手っていうのを、どんな形であれね、やっぱり近くにそういう方がいた方がいいと思いますので、一人でやっぱり何かね、やりたいことに着手するって、なかなか、初めの第一歩って難しいじゃない？だからこれ自分でできない、1年経ってできてないってことは自分自身だけでできないってことだから、人を頼ってみるっていうのもとてもいいと思いますよ。一緒にやろうよでもいいしさ、ちょっと厳しい、言葉が厳しい相手に自分の思いを伝えてね、ちょっとなんか、言ってくれないとかでもいいし。これね、私も経験があります。彼氏ができてすごく幸せなんですが、幸せすぎて怖くなる時があります。心の対処法ありますか？ということですけれども、まあ、なんて素敵なお悩みなんでしょう。ね。彼氏ができてすごく幸せだけれども、幸せすぎて怖くなる時がある。もうね、これはですね、もう恋にもう夢中ということでございましてね。まあ恋が第一優先になってるっていうことでございますので、恋を超えるほどの第一優先をまず作るということが大切ですよ。おそらく今絶頂の時だと思います。で、恋というのはですね、この絶頂は続かないんですね。なので、絶頂な時、落ちてからではなく、その気持ちが薄れてからではなく、絶頂な時に、その絶頂を超えるほどの仕事なのか、趣味なのか、何か他の好きなことを、見つけるっていうのがすごく大切です。絶頂を感じるって、落ちるしかないですので。もうこれは私の経験談で申しますよ。ああ、なんか気持ち落ちてきた、なんか違ったかも、とか、なんでこの人のこと好きだったのかしら、とか、ねえ。あ、何だったんだあの時の自分みたいな。ね、冷めるかもしれませんよ。恋から冷めた時、残るものある？ね、その残るものあるかどうかで何もなくなった時、危険よ。なので、今のうちからお仕事だと思います。恋を超えるほどの夢中になれる仕事。これが、恋が終わった時に救ってくれる、唯一の、手段だと思います。
それしかないです。そうなのよ。およ。カレピとその後どうですか？良好です。マッチングアプリについての意見も教えてくださいっていうことですけれども、これもですね、募集するたびに絶対ある質問なんですけれども、意見も何も、まあそれは一つのね、出会うツールとしていいと思いますよ。けれどもマッチングアプリって時間の無駄なので、私はもうアプリなんか使わないです。そんな時間あるんだったら自分ね、高めるために何かしたらよろしい。私はそういう思考の人間なので、マッチングアプリっていうですね、業界というか世界があると思うんですけれども、まあそういったところにですね、浸るっていうこともまあ人生の中の1ページとしていいかもしれませんが、私にとっては時間の無駄っていう感じでしょうか。すっごくいい質問がございます。ちょっと今座り方をね、整えてこの質問を読みたいと思うんですけれども、正しい努力と無駄な努力の見分け方を教えてください。営業職ですが、上半期の成績に伸び悩むんだためということですけれども、まずですね、正しい努力と無駄な努力というところで、住み分けはございません。まず努力という行い自体は全てが正しい。けれども、今すぐ正しさになるものと、後々に正しさになるというものがあります。今実らなければ無駄な努力と感じてしまうと思うんですね。けれどもその無駄と思った努力もですね、先々です。もっと人生長く生きてますとですね、過去に無駄と思ってた努力が、それが正しさの努力に変わる時があるんですよ。それがですね、いろんな意味で点と点がつながるっていうことをよく聞きますでしょ。人生の先に行きますとですね、全てつながった時に、あの無駄をやっててよかったって思える時が必ず来るんですね。なので、今無駄と思うことに対しても後には正しかったって思う時がありますので、努力自体は無駄なものはないが答えなんですけれども、この質問者の方の下半期に向けてという話になりますと、下半期につながる努力をするということがとっても重要になります。努力をすれば何でもいいわけではないんですよ。下半期に、じゃあ成績を、業績を上げるため、営業職の業績を上げるためには、じゃあ何をやればいいのかをちゃんと書き出す。書き出すことができないんだったら、上司か先輩、成績を上げている先輩の真似をする。その方からアドバイスをいただいて書く、真似をする、練習する。これが一番の近道でございます。成果かどうかわからない努力をですね、一生懸命できないと思いますよ。なので、成績を上げている結果を出している人間に聞くんですよ。これが一番の近道ですので、努力して真似をする。それが一番の近道。業績上げる。結果出る。すごく自信につながる。そうするとモチベーション上がって次にも行けるんですよ。そういうことなんですね。これもう本当にお仕事だけではなく、もう全てに通ずることだと思いますよ。母が嫌いです。親だから許せない。嫌なところが目につきます。ヒロさんは悩まないですか？ということですけれども。人間というのはですね、100% 好きっていう方っていらっしゃらないんじゃないでしょうか。この質問者の方もですね、100% 人が好きって出会った？いないよね。お母様も人間です。一人の人間ですので、好きなところと嫌いなところがあって、今はおそらく比重的に嫌いなところがすごく大半を占めてるんだと思うんですね。でもよくよく考えると、好きな部分も 1% ぐらいあるんじゃない？どんな人にでもいいところ、良くないところ、好きなとこ、嫌いなところっていうのがありますので、なんか別にそこで嫌いなところがあるから何なんだっていう感じですよ。許せないっていう気持ち自体が自分を苦しめてると思うんですね。なのでもうちょっと許せる心というか、親とて、年上とて、一人の人間ですので、やっぱり欠点もありますよ。その部分をちょっと許せるね、ちょっと余裕感というか、心を持っていただくっていうのも一つの手段かなと思います。好きになれないのですが、とても大切にしてくれる人がいます。この方と結婚しても大丈夫ですか？ということですけれども。まあ、これはなかなかでございます。答えはですね、二つございます。そう、一つではないんですね。まず、好きになれない相手と結婚しても幸せになれません。それがまず一つ答えでございます。そしてもう一つの答えが、とっても大切にしてくれる人と結婚するっていうのは幸せの近道でもあります。なので、基本的には自分が好きで結婚するよりもやっぱり愛してくれる人、そういった方と一緒にいる方が幸せにはなりやすいんですけれども、その方を好きになれないのであれば、結婚しない方がいいんじゃないでしょうか。自分を苦しめるだけだと思いますよ。だって好きじゃないのに結婚する意味ないじゃん。
結婚っていう制度を使うっていうことはさ、やっぱりその人と今後のね、人生を共に歩んでいきたいっていうことのね、証ですから、好きじゃない人と結婚するって結構きついと思いますよ。いい質問見つけた。接客業です。思わず悪意のあるお客様に出会った時でも笑顔でいられるコツを知りたいですということですけれども、これ私の得意分野でございます。あのね、悪意のあることをされたってことでしょ。悪意のあるお客様ってことは、悪意のある対応してくる人にですね、正論で言っちゃダメなんですよ。悪意のある方に正論で行くとさらにエスカレートしてきますので、そうではなく、こちらも悪意のある笑顔でお答えするんです。こうやっていらっしゃいませってやるんですよ。あ、本当です。これ聞きますよ。笑わせるんですよ。ってやってね、そしたら悪意のあるお客様がね、こいつやべえなって思ってさーって過ぎ去ってきますから、やってみて。そうな、これね、あの、私やったことあるんですよ。でも仲良くなりました。面白いじゃんっていうことで。なので悪意のある方はですね、正論で行くと危険ですからね、地雷ですよ。正論が地雷です。覚えておいてくださいませ。ヒロさんと同世代です。同じ職場に7歳年下の好きな人がいますが、行動に移せず悩んでいますということですけれども、もうね、行動あるのみです。間髪入れずに行動あるのみ。もうこれがもう40超えならとっても大切ですよ。もうね、人生は短い。そしてチャンスは一瞬ということです。なので、当たって砕けろっていう言葉ね、昔からありますけれども、まさに40代からはこれしかないですよ。意外に当たって砕けるのって、砕けた後のね、引きずり感は20代、30代結構あるんですけれども、40代ってね、もうある程度結構ほら、ちょっとこう、なんでしょう。ちょっとこう、達観したところも出てくるじゃない？なので、当たって砕けても、はい、次みたいな、なんかこう、スッと立ち直れる。あの、加減よくね、いい加減で、当たって砕けろ。ということが、私の答えでございます。このね、2024年、上半期の皆様のお悩み企画、いろいろね、前半後半で、お答えさせていただきましたけれども、今回の後半編もね、本当にいろんな質問、お答えさせていただきました。本当にいろんな人生、いろんな考え、いろんな悩みがあるんだなということで、本当になんか十人十色っていうのを感じましたし、なんか悩んでることが多い人ほど人生豊かで楽しんでるんだなっていうのも感じました。じゃあね、今日はこの辺りで終わりたいと思いますので、じゃあ次はですね、このお悩みコーナーは、下半期かな、またさせていただきたいと思いますので、また下半期も皆さんエナジェティック人生歩みましょうということで、この辺りで終わりたいと思います。いいね押してください。そしてチャンネル登録とコメントいっぱい待ってます。バイバーイ。